父上。今の声は。うん、今やっと声の主たちの正体が分かった。あの孫悟空たちだ。彼たちが戦ってくれておる。魔人ブート、さあウパ、手を天にかざせ。なるほど、そういうことか。ふん、久しぶりに聞いたな、あいつの声も。孫悟空だ、孫悟空だ、スノ。そうよ、絶対そうだわ。ダメだ、ちょっと増えただけだ。なんでだ、なんでみんな分かってくれないんだよ。早くしてくれ、みんな。地球も宇宙もどうなってもいいのか。バカ！なんだと？バカ野郎だと？人に頼むのにでかい態度だぜ。あんなの無視無視。もしかしたら魔人ブーのことも全部本当はなかったんじゃないか。そうか、集団で催眠術にかけられてたのかも。貴様らいい加減にしろ。さっさと協力しないか。このミスターサタン様の頼みも危険というのか。え、サタン、どういうことなの。サタンだ、ミスターサタンだ。もしかしてブーと戦ってるってミスターサタンだったんですか。そうだ、俺が魔人ブーを倒してやるから、お前たちも早く力を貸さんか。まあしょうがないじゃないか。こうでも言わんと奴ら信用せんからな。まずあのブーを倒すことが先決だからな。消えちまう。
早くやつにダメージを与えて勝手に頭をぶつける隙を作らねえと。つもりだ。最後の願いは必要ないのか。そうだ、フォルンガさん、悟空って人の体力を元に戻してあげることってできる？可能だ。よかった。すぐにお願いします。プピリッとパロー。もうダメだ。悟空さん、三つ目の願いで悟空さんの気が元に戻ったでしょ。おめえはすげえよ。よく頑張った。たった一人で。今度はいいやつに生まれ変わるよ。一対一で勝負して。待ってかんな。俺ももっともっと腕上げて。またな。やれやれ、手間取りやがって。
嬉しそうな顔しやがって、ほんとムカつく野郎だ。諸君、格闘技世界チャンピオンのミスターサタンだ。諸君の協力もあって恐ろしい魔人ブーはたった今死んだ。もう安心だ。恐怖から解放されたのだ。ベジータの怪我を先に治してやってくれ。あいつ相当くたびれてる。あ、はい。おい、どこ行くんだ、ワンコ。ん？まだ生きている。頼む、直してやってくれ。な、直せるんだろう、不思議なパワーで。ふざけるな、冗談じゃない。どけ、この俺がとどめを刺してやる。やめろ、やめてくれ。こいつはそんなに悪いやつじゃないんだ。頼むよ、お願いします。私が責任持って我が家で保護するから。保護だと？笑わせるな。貴様の力で一体何ができると言うんだ。ブーを直してやってくれ、デンデ。なんだと？貴様正気か。まあ、いいじゃねえか、ベジータ。この二人がいなきゃ俺たちみんなやられたぜ、だろ。勝手にしろ、どうなっても知らんぞ。ありがとう、本当にありがとう。さあ、ブーを元気にしたら一緒に地球に帰ろう。思いっきし食ってたっぷり寝てやら。こうしてついに悟空たちは地球へと帰ってきた。そして懐かしき仲間や家族との再会を喜び合った。もっとも歓迎されない者も一人いたが、留守にしちまって悪かったな、みんな。俺は海王神のじいちゃんに命もらって引けたんだ。それじゃあまた一緒に暮らせるだか。今度はご飯とコテンと家族4人で。ああ、早くパオズ山行けって父の手料理が食いてえぞ。
7つ集めればどんな願いも叶うと言われる秘宝ドラゴンボール。それをめぐる孫悟空とたくさんの仲間たちの摩訶不思議な冒険はまだ続いていく。これからもいろんなトラブルが待ち受けているに違いない。でもきっとまた乗り越えていくことだろう。大丈夫、地球にはすごい奴らがいるのだから。ベジータ、フリーザ、セルにブー、これまでいろんなやつと戦ってきたけど、この世にはまだまだすんげえやつがいるかもしんねえ。へへ、オラワクワクしてきた。よーし、もっともっと強くなっぞ。やっ、こんにちは。さようなら。Yeah.